こんにちは、ゆうすけです。今回は新製品ですね、フリードマンから新しく発売されましたフレックスヘッドアンプをレビュー、サウンドチェックをしていきたいと思います。こちらのヘッドアンプはですね、フリードマンがマーシャルの1968フレキシヘッドをですね、長年所有しておりまして、そちらをですねベースにデザインされた製品ということで、今年の2024のナムショーですね、そちらではすでに発表されていたんですが、ついに日本でも発売入荷をしたということで、今回こちらを購入してレビューをしていきたいと思います。まずですね、もうこちらご覧の通り、こう緑のカラーリングであしらっているんですけど、通常は黒いカラーの筐体となっておりまして、こちらはですねグリーンのカラーでオーダーしたモデルとなっております。このデザインもですね、通常のフリードマンのヘッドアンプと異なっていて、かなりこうマーシャル寄りのデザインになってますね。価格税込み60万円となっております。こういった緑とか赤とか自分の好きな色のカラーオーダーもアップチャージをすることでオーダーが可能となっております。製品名にフレックスと名前の付いている通りですね、いわゆるフレキシサウンドを純粋に製品に対して落とし込んでいるということでですね、もうフレキシサウンドを求める方にはですねぜひおすすめです。今回の動画ではフロントパネルの仕様やリアパネルの仕様、サウンドの方ですね、今回の動画ではチェックしていこうと思います。非常にシンプルな仕様になっております。左から順番に解説していきますね。電源ボタンになっております。ただ今回ですね2つの種類が搭載されておりまして、上がハイボルテージ、下がローボルテージの電源ボタンとなっておりまして、特にこの下のモードですね、ローボルテージの方がかなり特徴的な電源になっております。こちらは低電圧で駆動しますバリアックモードというモードの電源になっております。フレキシサウンドといえばですね、想像できるのがバンヘイデンとかブラウンサウンド、電圧を下げて音を作っていくっていう手法はすごく有名な話だと思うんですが、再現するための、バリアックモードとなっております。こちらはスタンバイスイッチですね。ノブの方を見ていきますと、 MVC と名前のあるマスターボリュームですね、プレゼンス、ベース、ミドル、トレーブルと、ボリューム1、ボリューム2と、そしてインプットはハイとローの2系統がついています。ボリューム1とボリューム2のですね、こちら上にちっちゃくミニスイッチでブライトスイッチがついています。ブライトスイッチはそれぞれ3ポジションになっておりまして、センターがいわゆるノーマル、左に倒すとブライト1、右側に倒すとより広域が強調されるブライト2の設定になっております。フレキシアンプってインプットが4つついてるモデルがかなり特徴だと思うんですけど、このフレX に関してはハイとローのインプットのみとなっておりまして、たすき掛けって言ってインプットを2つ組み合わせてよりこう原因を稼いだりすると思うんですけど、すごく歪むアンプなのでインプットを選ぶだけというような仕様になってます。リアパネルの方はですね、ラインアウトやセンドリターンはついていません。4オーム、8オーム、16オームのスピーカーキャビネットに対応したスピーカーアウトプット端子のみの搭載となっております。こんな感じのサウンドですね。フリードマンが推奨している設定をもとに今音を作っています。1個ずつ紹介していきますね。まずミドルが6から10、トレブルが8から、ボリューム1はフルの状態で、ブライトスイッチは2番に入れて一番広域が強調されるモードですね。ボリューム2の方は0から、ブライトスイッチはセンターの位置でノーマルモードですね。この設定がフリードマンの推奨するフレキシサウンドとなっております。もうインプットでかなり歪んでくれるアンプなので、操作感はですねすごくシンプルかなと思ってたんですけど、すごく特徴的なアンプなので、僕はですね最初これを触ってる時に設定で結構一苦労しましたね。ノブの位置を例えば
センターにしてみると、よいしょ、こんな感じの音なんですよね。ひたすらちょっと動かしてたんですけど、スタジオに置いてあるようなマーシャルのいじり方とはちょっと癖が違うみたいで、割と突っ込んだ設定にしてあげた方があのサウンドになるというイメージですね。ベースの聞き方なんかがすごく特徴的で、極端に聞く機能ではないんですけど、かなりヘビーな感じになってしまってコード感がなくなっちゃうんですよね。なのでベースに関しては少し下げ目で、プレゼンスはちょっと上げた状態、上につんざくようなサウンドが特徴的だと思いますので、ミドルはちょっと上げて、トレブルはもうなったらフルアップでもいいと思います。でボリューム1はですね、これゲインにも作用するんですけど、上げていくと高域も一緒に強調されていきます。下げ切った状態だと、もうフルに上げてしまって、ブライトスイッチも2番に入れて一番高域が強調されるモードにしてしまうのが一番サウンド作りとしては分かりやすかったですね。ボリューム2の方もゲインに作用していくノブになります。こちらは低域の方に作用しますね。まあ、センターの位置だと、通常のベースをいじるよりはボリューム2で低域の成分を調整してあげた方が音作りはしやすかったなという印象ですね。今度はローの方に刺してみたいと思います。はい、こちらのバリアックモードにすると、音全体的にですね、少しこうコンプがかかったような感じっていうんですかね、右手の弾き心地としては弾きやすくなったような感じです。ハイボルテージのモードだとオープンに聞こえて、よりこうワイドレンジなサウンドだったんですが、ローボルテージの方はこういったディストーションサウンドに少しこう深みがかかったような感じですね。
に今の年代の例えばポップスとかアニソンでもいいんですけど、そういう音楽にすごく合うんじゃないかなと前から思っているので、結構僕はですねマルチエフェクターとかの音作りの際はですね、こういったプレクシ系の結構突っ込んだアンプモデルを使ってこうカッティング系の音を作ることが多いので、そういったサウンドのバリエーションとしてはですね合うんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回は新製品フリードマンのプレックスヘッドアンプをレビュー、サウンドチェックしてみました。シンプルな仕様なんですが、サウンドはですねかなりこう特徴的なあの音という印象でしたね。このプレックスはですね、もし、気になった方がいらっしゃいましたら、輸入代理店のミゼットジャパンへ、ぜひお問い合わせをしてください。というわけで今後もですね斬新レコーズチャンネルではこういった新製品のレビューやいろんな企画をですね開催していきますので、ぜひ気になった方はですね斬新レコーズチャンネルの登録と、高評価の方をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは。